ライムント劇場 IAM From オーストリアはオーストリアのソングライターラインハルト・フリードリヒの歌を使ったティトゥス・ホフマンとクリスティアン・ストルペックによるジュークボックスミュージカルである2017年9月16日にウィーンのライムント劇場で初演され2シーズン後の2019年6月16日に閉幕するまでの間に450回以上の 公演で50万人以上の観客を動員した。IAM From オーストリアは、フェアイニッシュタたブエンネン・ウィーンが制作した最も成功した作品の一つである。2019年に日本の宝塚歌劇団によって本案された。IAM From オーストリア、AAM ウィーンレームントシアタールティカル、DORF ホム15。 セプテンバー2017オブジェルフェンエーム11オクトーバー2017月組公演 IAM フロムオーストリア故郷は換気調べ2019年9月7日閲覧キャスト公演案内2021年9月8日閲覧 IAM フロムオーストリア故郷は換気調べマイナスに関するカテゴリーありがとうございます